磁石にくっつくのは、一般的には鉄やニッケル、コバルトを含むものだけだと考えられている。黒鉛と粘土から作られたこのシャープペンシルの芯は、当然磁石にはくっつかない。しかし、水を張ったシャーレに短く折った芯を浮かべ、この強力な磁石を近づけると、磁力に反応して向きを変える。実はシャープペンシルの芯は長さの向きに黒鉛の結晶が配光しており、極めて弱い力だが磁石に反応する。このため水に浮かべてわずかな力でも動けるようにすれば、磁力線に沿って自分の向きを変える様子を観察することができる。次にシャープペンシルの芯を短く折り、芯と同じ比重を持つ液体に入れよく混ぜ合わせる。比重を揃えることでシャープペンの芯が水中にとどまったような状態になる。そして今度は強力な磁石2つを隙間を作った状態で固定したものを用意する。この隙間に先ほどの瓶を入れると、すべての芯が磁力線に沿ってゆっくりと整列していく。さらにシャープペンの芯を同じ向きに貼り合わせて小さな文字を作る。この文字を先ほどの液体に入れ、磁石の間に入れると、果たして何が起こるだろうか。未来の科学者たちへ、ニムス。